毎日ハングル講座「優しい言葉美しい発音」講師はイユニ先生お相手はパク・チョンホンさんキム・ソンウンさんです皆さんこんにちはイユニです今回も優しい言葉美しい発音を目指して頑張りましょうあによわしんにかパク・チョンウン입니다。 では、今回の学習に参りましょう。第86課。今日の目標。旅行の計画を言ってみましょう。1。まず、本文を聞いてみましょう。丸一1。夜も歯がって、もう会거예요1 여행을 가려고 알아보고 있어요. 여행을 가려고 알아보고 있어요. 지금은 단어를 외워 ましょう.夏 여름 여름 휴가 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 가려고 가려고 調べています。あらぼごいっさい。あらぼごいっさい。次は訳してみましょう。丸一。夜むひゅがってもあっこえよ。夏の休暇、つまり夏休みの時何をするつもりですかという意味です。 夜、歯がは、夏休み。では、時。もは、何。ですね。はるこへよは、するつもりですかという意味です。肌に、うこだ。がついて、その後に、へよたいの語尾がついた形です。二人称に対する質問ですので、〜するつもり。という意味になります。 予約をがりたいよ。旅行に行こうと調べていますという意味です。か両語は行こうとという意味で、行くという動詞の,の語感のかにうう語がついた形です。これについては後ほど詳しく説明いたします。 アラボ語いっそよは、調べるという動詞の語感のアラボに、〜ているという意味のこういったがついた形ですが、これについても後ほど説明いたします。今度は発音してみましょう。まず、〜一の発音を聞いてください。もあっいこえよ。 もあるまず、ハルコーをご覧ください。はるは、ハにうがついた形で、うの後の平音はのン化しますので、こがことのンで発音されます。何をするつもりですかは5音節のピッチフレーズですので、1音節目のモーは低く、2音節目のアるは高いです。 最後から2音説目の A は低いです。文末のイントネーションですが、もうという疑問詞を含む疑問詞疑問文となっていますので、文末の最後の音節のようのイントネーションは、高く始まって緩やかに下がるか、低く始まって緩やかに上がります。もあるかえよ。または、もあるかえよ。 という感じです。では、皆さんも発音してみましょう。まず、高く始まって緩やかに下がるパターンでお願いします。もあいこえよ。もあいこえよ。低く始まって緩やかに上げてみましょう。もうあいこえよ。もあいこえよ。 それでは本文全体を読んでみましょう。後ろ片目の練習をしますので、皆さんも二人について読んでみてください。まず、丸い力です。もう할거예요 丸2。あらぼうごいっすよ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 。それでは本文全体を頭から通して読んでみましょう。丸一 여름 휴가 때뭐할 거예요? 여름 휴가 때뭐할 거예요? 마르니. 여행을 가려고 알아보고 있어요. 여행을 가려고 알아보고 있어요. 次は文法を理解しましょう。1番。〜用途。うりゃご。ある行動をする意図があることを表すうごびです。覚える際には必ずうから覚えてくださいね。例本を探そうと図書館に行きます。 책을찾으려고、도서관へがよ。チャズ旅行は、探すという動詞の語感、찾、に、うりょごがついた形です。発音の時には、찾ャと連音化します。次です。勉強をしようと本を買いました。 公務하려고책을하려고は、勉強するという意味の動詞の語感、ンブ派に、う旅行がついた形ですが、ンブ派は母音語感ですので、うが脱落しています。次です。

2番、〜ている、〜つつある、こういった、動作が現在進行中であることや、習慣的、反復的に継続している意味を表す表現です。こういったのこうは、器用から始まるシーン語尾ですので、五感にそのままつきます。例今、 ご飯食べてるよ。もっこいっそは、食べるという意味の動詞の語感もにこういったがついて、最後にへたいの語尾をがついた形です。次です。あそこにバスが来つつありますね。 ちょぎ、バスがおごいんねよ。おごいんねよをご覧ください。来るという動詞の語感をに、こういったがついて、最後に、〜ですねのねよがついた形です。今、バスが来つつあるという、現在進行の意味を持っています。 次です。その店では帽子を売っています。配ごいっすよは、売るという動詞の語感、팔にこういったがついて、最後は、表ヨ語尾のおよがついた形です。 その店では、いつも、帽子を売っている、つまり、反復的な継続を表しています。<music> それでは、練習です。次の二つの文を、うりょうごでつなげて、一つの文にしてみましょう。丸一、掃除をします。 窓を開けました。これを掃除をしようと窓を開けましたにしましょう。청소를하려고창문을열었어요。ポイントは、へよをはりょうにすることです。へよは肌にヨヨがついて で、はよがへになった形ですね。ですので、語感ははです。そのはに、両語をつければ正解です。ま、るに、飛行機の中で読みます。ビエンギー안에서よ。空港で雑誌を買いました。公항에서잡지를샀어요。これを 飛行機の中で読もうと空港で雑誌を買いましたにしましょう。ビエンギアン에서읽으려고공항에서잡지를샀어요。읽어요を읽으려고にすると正解です。五感のいにウリョゴをつければいいですね。マル三。 한글講자を聞きます. 한글 강좌를 들어요 ]朝早くをきます. 아침에 일찍 일어나요.これを 한글 강좌를 듣고朝 한글 강좌를 들으려고 아침에 일찍 일어나요. 들어요. が、とる旅行になれば OK です。とろよは、ゥったという動詞の語感、ゥに、大語尾がついて、ゥが、とるに、不規則的に活用した形ですね。語感のゥに、うごびのうョ行がついても、と、が、とるになるのは同じです。ですので、とろよが、 들으려고,になると, 오케이, です.それでは,皆さんも発音してみましょう. 丸1 청소를 하려고 창문을 열었어요. 丸2 비행기 안에서 읽으려고 공항에서 잡지를 샀어요. 丸3 한글 강좌를 들으려고 めなよ。일일皆さんいかがでしたか今回は〜しようとという表現と〜ているという表現を学びました。今日はここまでです。さようなら。안녕히계십시오。안녕히계세요。 アングル講座優しい言葉美しい発音講師はイーユニ先生お相手はパクチョンホンさんキムソンウンさんですみなさんこんにちはイーユニです今回も優しい言葉美しい発音を目指して頑張りましょうこんにちはクチョンホン입니다こんにちはキムソンウンです では、今回の学習に参りましょう。第87課今日の目標旅行の計画を言ってみましょう。2まず、本文を聞いてみましょう。01여행時는어디が좋을까요 마루니 부산에 가본 적이 있어요? 부산에 가본 적이 있어요? 3디와 단어를 외워 ましょう. 여행지 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 いいでしょうか? 좋을까요? 좋을까요? 부산

という意味です。ちいっよは、よいという意味のちょったに、うるかがついた形ですが、後ほど説明いたします。丸に、プサンへかぼんじょいっさよ。プサンへかぼんじょいっよ。サンに行ってみたことがありますかという意味です。 カボンジョギは、行ってみるという意味のカーボーダーに、ンジョがついた形ですが、このンジョについては後ほど説明いたします。次は発音してみましょう。まず、丸一をお聞きください。どこ の、ディという疑問詞を含んだ疑問詞疑問文ですので、文末の最後の音節のうは、高く始まって緩やかに下がるか、低く始まって緩やかに上がります。では、皆さんも発音してみましょう。まず、高く始まって緩やかに下がる方でお願いしますが。お、りが、じょううかよ。お、りが、じょううかよ。 今度は低く始まって緩やかに上がるパターンです。がが次は丸二です。まず聞いてみましょう。最後のいっそよですが、この疑問文は答えにはい。 言ったことがあります。または、いいえ、言ったことありません。という、イエスかノーで答える場面ですので、最後の音節の要は、急激に上げて発音します。特に注意する点は、カトとポンんョギを離して発音してはいけないことです。カボンジョギをくっつけて発音して、かを低くポンを高く発音するようにしましょう。 では皆さんも発音してみましょう。それでは本文全体を読んでみましょう。後ろ固めの練習をしますので皆さんも二人について発音してみてください。まず丸い力です。どうかよ。어디がどうかよ。 여행지는 어디가 좋을까요? 좋을까요? 어디가 좋을까요? 여행지는 어디가 좋을까요? 마르니 가본 적이 있어요. 부산에 가본 적이 있어요. 가본 적이 있어요. 부산에 가본 적이 있어요?それでは本文全体を頭から通して読んでみましょう。丸1 여행지는 어디가 좋을까요? 여행지는 어디가 좋을까요? 丸2 부산에 가본 적이 있어요? 不産へ가본적이있어요次は文法を理解しましょう。1番。何々だろうか何々でしょうか ?1。うるかうるかよ。うるかは 話しての疑問を表したり、推測する際に用いるうごびです。丁寧系修助詞の用をつけると丁寧な平体の表現になります。例。その食堂のカルビは美味しいだろうか具食壇カルビが美味しすぎか具食壇カククガルビが美しすぎか マシするかは、おいしいという表現の語感、マ、ま、シに、うかがついた形です。話しての疑問ですね。次です。明日、雨が降るでしょうかねえり、日がおるかよ。ねえ日がおるかよ。おるかよは、 五感をに、うるかの後にさらにうがついた形ですが、これも話してが明日雨が降るかなと推測しているっていうことになります。次です。交通カードを売っているでしょうか교통カードををカード를팔까요 売るという動詞の語感、パルに売るかがついた形ですが、パルはリュウ語幹ですので、うが抜けます。そうすると、修正にリュルがダブってしまいますので、一つ抜けてパルになってますね。これも話してが、交通カードを売ってるかどうか疑問に思っているということになりますね。 2番、〜何々したこと、うんぞ過去にしたことを表す表現には、うんぞを用います。動詞の後に、過去連帯形のうんがついて、過去のある時を表すちを修飾している形です。例傘を借りたことがありますね。うさん을빌린적이있죠 ウサンり빌린적이있죠빌린적は借りるという意味の動詞の語感ぴりに過去連体形の運がついてその後に長が続いた形です。過去にしたことという意味ですよね。日本語も何々したことがあるかないか というように、後ろの方にあるないの表現がよくつきます。ハングルの方でも、うんちょぎいった、うんちょぎおったのように、いったおったが続くことが多いです。次です。その家に電話をかけたことは一度もありません。그집へ전화를건적은한번도없어요。 くじべえ전화를건적은한번도없어요。건적은をご覧ください。かけるという意味の動詞の語感これにうんぞがついた形です。電話をかけた過去のことを表していますね。その後には一度もないにあたる半ど도없다という表現が続いています。 次をご覧ください。〜何々てみるという経験を表す表現の応募だと一緒になった形で、応募んぞっていう表現もよく用いられます。例、韓国に行ってみたことがありますか韓国へ가본적이있어요。 これは韓国に行った経験があるかという意味ですよね。それでは練習です。次の日本語をハングルに直してみましょう。丸一いつごろ梅雨が終わるでしょうかという文にしてみましょう。最後の、くなだ。 を変えてみましょう。正解はおん쯤っつん、じゃんまがくんなるかよ。くんなだ、のごかん、んなの後に、うが脱落したりゅうかよをつければ OK です。まるに、これは、からすぎないでしょうかにしてみましょう。 이건 너무 맵지 않을까요? 맵지 않다. 어? 맵지 않을까요? 니스레바 오케이데스. 마루상. 막걸리요. 飲んでみたことがありますか? 니시테미마쇼. 막걸리를 마셔 본 적이 있어요? マショボだに、うんぞをつけて、マショボンぞにすると OK です。それでは皆さんも発音してみましょう。まるいち、いつごろ梅雨が終わるでしょうかおん쯤장つん、じゃんまがくんないかよ。おんぜっつん、ゃんまがくんないかよ。 丸2、これは辛すぎないでしょうか이건너무맵지않을까요이건너무맵지않을까요丸3、まっこりを飲んでみたことがありますかまっこりを마셔본적이있어요 マッコリをましょぼんじょぎいっそよ。みなさんいかがでしたか今回は、話しての疑問や推測を表すうかよ。そして、過去にしたことがあるという意味のうんぞの表現について学びました。最後に、本文がしっかり理解できているか、もう一度聞いてみましょう。丸一 旅行地はどこがいいでしょうか予행地はどこがいいでしょうかに行ってみたことがありますかプサへ가본적이있어요今日はここまでです。次の時間にまたお会いしましょう。さようなら。안녕히계십시오。안녕히계세요。 アングル講座優しい言葉美しい発音講師はイーユニ先生お相手はパクチョンホンさんキムソンウンさんですみなさんこんにちはイーユニです今回も優しい言葉美しい発音を目指して頑張りましょう안녕하십니パクチョンホン입니다안녕하세キムソンウンです。 では、今回の学習に参りましょう。第88課今日の目標旅行の計画を言ってみましょう。3まず本文を聞いてみましょう。丸一。釜山は뭐が有名해요?》 마으니 바다가 아름다워요. 바다가 아름다워요.それでは単語を覚えましょう.有名ですか? 유명해요. 유명해요. 의미 바다 바다 아름다워 あらんだわよ。次は訳してみましょう。プサンは何が有名ですかという意味です。有名ヘヨは有名だ。 という意味の、ゆョんはだの五感ゆョんはに、よよがついた形ですが、はよがへになった形ですね。まるにだ、ダがあるンダよ。バダがあるンダよ。海が美しいです。という意味です。あるンダよは、 美しいという意味のアルンダッタの語感アルンタにおよがついた形ですが、これがアルンタをという形に変わるんですね。これについては後ほど詳しく説明いたします。次は発音してみましょう。まず、丸一の発音を聞いてください。 もうが有名해もうという疑問詞を含む疑問詞疑問文ですので、文末の最後の音節のようのイントネーションは、高く始まって緩やかに下がる、有名へようが、低く始めて緩やかに上がる、有名へようの形になります。では皆さんも発音してみましょう。 まず、高く始まって緩やかに下がる方です。次は低く始まって緩やかに上がる方です。まる<丸>に、あらんだわよ。 ルンの修正のミウンは唇の音ですね。両唇が閉じることを必ず確認してください。その後に次のダを発音しましょう。では、皆さんも発音してみましょう。アダよ。アダよ。それでは本文を読んでみましょう。

아름다워요. 바다가 아름다워요. 아름다워요. 바다가 아름다워요.それでは本文全体を通して読んでみましょう. 1. 부산은 뭐가 유명해요? 부산은 뭐가 유명해요? 〇に。バダがアルンダワよ。バダがアルンダよ。<music> 次は文法を理解しましょう。ピュ不規則活用。五感末が、しんピュって終わる用言には 不規則な活用する用言があります。不規則に活用する場合、うごびとおごびがつくと、五間末のピューブううに変化します。表をご覧ください。例えば、狭いという形容詞のちょったの場合は、規則的に活用しますので、例えば、 ちまんというしんごびがつくと、ちょっちまん。うめんといううごびがつくと、ちょっめん、ちょめん。おそというおごびがつくと、ちょとばそ、ちょばそ。となります。しかし、美しいというあるんだった。 の場合はどういうふうに変化するかというと、新語尾の自慢がつくと、あらんだっちまん。あらんだちまん。う語尾のうょんがつくと、あらんだうめん。あらんだうめん。たっかたうに変化しています。お語尾のおそがつくと、 アルンダオソ。アルンダオソ。アルンダウの後にオソがついて、アルンダウオソの形になっています。このように不規則的に活用しますので、これをピュープ不規則活用と言います。例をご覧ください。 ハングルの勉強は難しいけれど楽しいです。韓国語공부는어렵지만、재미있어요。韓国語공부는어렵지만、재미있어요。お렵지만ですが、難しいという意味の、お렵다の語感、お렵に、ちまんがそのままついている形です。 次です。辛かったら熱いお湯を飲んでください。めう면、뜨거운물을드세요。メウ면、뜨거운물을드세요。メ면をご覧ください。辛いという意味のメったのメプの後に、うごみのうめんがつくと、メっかメウになるので、 母音語感となり、うみょんのうが脱落して、めうみょんとなります。次のてごうんをご覧ください。暑いという形容詞の語感てごに連体形のうんがつくんですが、かっかかうになった後にうんがつきます。辛い時に熱いお湯を飲むのはおかしいと思われるかもしれませんが、 熱は熱でセースの世界ですね。次です。本当にありがとう。정말고마워。정말고마워。困うをが困うをになるわけですね。次です。 このように不規則的に活用するピュー不規則活用用言には少し特殊な形があります。手伝う、助けるという意味のトプタと美しいという意味のコプタがそれに当てはまりますが、ここではよく使うトプタについて説明いたします。トプタの場合は、大語尾がつくと、とを、 とはならず、とはとなるので注意が必要です。表をご覧ください。トッたタにしんごびのチマンがつくとトッちチマンですが、うごびのうみょんがつくと先ほどと同じようにとうみょんになります。しかし、おごびがつくととおそとなるはずなのがとわその形になるので注意しましょう。 例私をちょっと手伝ってください。저를좀도와주と요저를좀도와주세 요, 주세요トプダったが、と、おに変わって、おずだがつきますと、とわ、つだになります。その後に、うせよがついて、とわ、じゅせよの形になってるわけですね。 それでは練習です。例に習って表を完成させましょう。例、美しい。あるんだった。美しければ。あるんだおめん。美しいです。あるんだおよ。優しい。しゅった。し優しければ。 しゅうめん、やさしいです。しゅうわよ。むずかしい、おりょったむずかしければ、おりょううめん。むずかしいです。おりょうわよ。あつい、とったあつければ、とおうめん。 暑いです。더워요。寒い。粗だ <다> 。寒ければ。추우면。寒いです。추워よ。辛い。滅だ <다> 。辛ければ。매우면。辛いです。매워よ。近い。 かっかった、近ければ、かっかうめん、近いです、かっかわよ。重い、無겁た。重ければ、無거우めん、重いです、無거워よ。ありがたい、ごまった。ありがたければ、 ごまう면、ありがたいです。ごまわよ。手伝う、助ける。った。手伝えば、助ければ。도우면。手伝います、助けます。도와よ。着る、입た <다 S> 。着れば、입으면。 来ます。今よ。るの言ったは、規則活用ですので、注意しましょうね。皆さん、いかがでしたか今回は、ピュッ不規則活用についてご紹介しました。多くの形容詞が、このピュッ不規則活用になりますので、しっかり覚えてくださいね。今日はここまでです。さようなら。 안녕히 계십시오. 안녕히 계세요. ハングル講座優しい言葉美しい発音講師はイーユニ先生お相手はパクチョンホンさんキムソンウンさんです皆さんこんにちはイーユニです今回も優しい言葉美しい発音を目指して頑張りましょうんこんにちはクチョンホンです では、今回の学習に参りましょう。第89課今日の目標旅行の計画を言ってみましょう。4まず本文を聞いてみましょう。1時間に맞으면、같이여행갈까요 시간이 맞으면 같이 여행 갈까요? 말니 좋아요. 제가 안내할게요. 좋아요. 제가 안내할게요. 서리비와 단어를 외워보세요. 아에바. 같たら 맞으면 맞으면 行きましょうか갈까 요, 갈까요案内しますね。案内할게요。次は訳してみましょう。1時間이맞으면같이여행갈까요 時間があえば、一緒に旅行に行きましょうかという意味です。予変がるかよは、予変を買るかよという意味ですが、うるが抜けた形です。買るかよは、行くという動詞の語感かに、うるかがついて、最後にようのついた形です。うるかについては、後ほど説明いたします。 丸に。はい。いいですよ。私が案内しますね。という意味です。案内할게요は、案内するの語感、案内はに、うるけがついて、また、ようがついた形です。このうるけ についても後ほど詳しく見ていきます。今度は発音してみましょう。まず、丸1の発音を聞いてください。帰るかよ。帰るかよ。一緒に旅行に行きますかという質問は、はい、いいです。とか、いいえ、行けません。などの意味を含んだ答えを求めるイエスの疑問文ですので、 文末の最後の音節のうは急激に上がります。るかよっていう感じになります。皆さんも発音してみましょう。갈かよ갈かよ。<丸>に?○に。あん案内っけよ。案内할あっけよ。はるけですが、 春は肌にうルがついた形ですので、うルの後のけいは脳音化してけいとなります。では皆さんも発音してみましょう。それでは本文全体を読んでみましょう。後ろ固めの練習をしますので、

それでは文全体を頭から通して読んでみましょう。 마루 이치 시간이 맞으면 같이 여행 갈까요? 시간이 맞으면 같이 여행 갈까요? 마루 이 좋아요. 제가 안내할게요. 좋아요. 제가 안내할게요. 次は文法を理解しましょう。1番。何々よ 1> 第87課では話しての疑問や推測を表す語尾でしたが、今回の「うるか」は聞き手の意向を尋ねたり、 聞き手に提案しながらいざなう意味を表します。丁寧形修助詞の「よ」をつけると丁寧な平体の表現になります。0お昼に何食べようか점심へももぐるか점심へもぐかは食べるの五感もぐに売るか がついた形ですね。相手の意向を尋ねています。いつ会いましょうか언제만날ん요いかよ。おんぜんなかよ。んのごかん、まんにるかの後にまた用がついた形ですね。これも相手の意向を尋ねています。 テーマーパークに行って遊びましょうか。乗り公園へがそ乗るかよ。乗るかよは、遊ぶの語感乗,乗に、うの脱落したリュウルカーがついて、最後にヨうがついた形ですね。修正にリュウルがダブりますので、リュウルが一つ脱落して、乗る。 という形になっています。これは聞き手に提案をしているということになります。2番、何々するね、何々ますね、何々ますから。ううよ。話してが聞き手を考慮しつつ、自分の意思を示したり、 聞き手に約束したりするときに使ううごびです。これは主語が一人称だけになりますね。丁寧結集助詞のようをつけると丁寧な平和体表現になります。例私はビビンバを食べるね。なぬビビンバブ을먹을게。 食べるの、持ったの五感もに、うけがついた形です。相手を配慮しながら自分はビビンパを食べるという意思を表示しています。これを買いますね。これを買いますね。買うの五感さに、うけがついて、 また、用がついた形です。これも相手に対して、私はこれを買いますよ、と自分の意思を表しているのです。電話をかけ直します。電話をかけけるの語にうががつついいてた形で 修正に竜がダブってしまいますので、一つ抜けた形です。電話をかけると、相手に約束をするときの表現になっています。<music> それでは練習です。1番。次の表現にウルる会を用いて誘ってみましょう。A。 すごく眠たいです。B コーヒーを飲む。コッピールマシダを使って私たちコーヒーを飲みましょうかにしてみましょう。우리コッピールマシるかよマシダをマシるかよにすれば OK です。 丸に A。すごくお腹が空いています。B。ご飯を食べる、밥을먹다を使って、一緒にご飯を食べましょうかにしてみましょう。같이밥을먹을까요먹다。 のごかんも、に、うるかよ、をつければ、オッケーです。2番、次の表現に、うるけよを用いて答えてみましょう。丸1、A、週末,週末に一緒に映画を見ましょうかという意味ですね。B、 前もって買う。夢肌を使っていいですよ。私が映画のチケットを前もって買いますね。にしてみましょう。좋아요。제가、ね、영화표를夢할게요。夢肌を夢할게요。にすればオッケーです。 まるに、A、ガチのレバンへか까一緒にカラオケ店に行きましょうかという表現です。のレバンはカラオケ店という意味です。B、先に行く、または先に帰る。モンジョガダを使って、ごめんなさい、私は疲れているので、 先に行きますね。にしてみましょう。見やねよ。よ。저는ピゴネスを먼저갈게요。肩をにすれば OK ですね。また、ピゴナダは疲れる、疲れているという意味です。 皆さん、いかがでしたか今日は、相手に提案をするときのうるかよと、相手に約束をするときのうるけよについて学びました。両方ともよく使いますので、しっかり覚えておいてくださいね。最後に、本文がしっかり理解できているか、もう一度聞いてみましょう。 時間が合えば一緒に旅行に行きましょうか。時間に맞으면같이여행갈까요いいですよ。私が案内しますね。좋아요。제가안내할게요。今日はここまでです。次の時間にまたお会いしましょう。さようなら。안녕히계십시오。안녕히계세요。 ングル講座「優しい言葉美しい発音」講師はイーユニ先生お相手はパク・チョンホンさんキム・ソンウンさんです皆さんこんにちはイーユニです今回も優しい言葉美しい発音を目指して頑張りましょうありキムソンウンです では、今回の学習に参りましょう。第90課まとめ旅行の計画を言ってみましょう。今回は今週の復習としてリスニングを中心にお送りします。テキストには会話文が掲載されていますが、それを見ずに耳だけで内容の理解に挑戦してください。まず聞いてみましょう。 이번 여름 휴가 때뭐할 거예요? 한국에 여행 가려고 알아보고 있어요. 어디가 좋을까요? 수원에 가본 적이 있으세요? 아니요. 수원은 뭐가 유명해요? 화성이 아름다워요. 그리고 갈비도 유명해요. 시간이 맞으면 제가 안내할까요? 정말요? 고마워요. 부탁드릴게요. 新しい単語が出てきましたのでご紹介します。今度の、この、イボン、イボン。スウォン、スン、スン。ソウルの南にある都市名です。ファソン、ファソン、ファソン。ソンスウォンにある 世界文化遺産です。美しい城壁が有名です。そして、くりご、くりご、カルビ、カルビ、カルビ。ルビ案内しましょうか案内할까요案内할까요ありがとうございます。 ごまわよ、ごまわよ。お願い、た <탁> 。부た <탁> 。いたしますね、差し上げますね。드릴게요、れい게요。ではもう一度会話を聞いてみましょう。이번여름歯がってもう할거예요 한국에 여행 가려고 알아보고 있어요. 어디가 좋을까요? 수원에 가본 적이 있으세요? 아니요. 수원은 뭐가 유명해요? 화성이 아름다워요. 그리고 갈비도 유명해요. 시간이 맞으면 제가 안내할까요? 정말요? 고마워요. 부탁드릴게요. 続いて、どれくらい聞き取れたかを確認してみましょう。聞き取り問題に挑戦してみましょう。1番。前田氏夜ってもある前田さんは、夏の休暇、つまり夏休みの時何をするつもりですかという質問です。A 自分で休むつもりです。B 会社で働くつもりです。C ス 수, 수원を案内するつもりです。D 韓国の方に旅行に行くつもりです。答えは D の韓国の方に旅行に行くつもりですが正解です。答えのヒントはこの部分です。今夜の歯がっても할거예요 韓国へ여행が旅行あ알아보고있어요。イーミエさんが今度の夏休みに何をするつもりですかと質問したところ、前田さんが韓国に旅行に行こうと調べています。と答えていましたね。ですので D が正解です。2番。 もが有名해요スワンは何が有名ですかという質問です。A 夜め사람이많아요。夏人が多いです。B 夜景が예뻐夜景がきれいです。C 花曾が美しいです。D バダが海がいいです。答えは C の花曾にあるんよ。が美しいです。が正解です。答えのヒントはこの部分です。 スワンはも有名ンよ。前田さんがスワは何が有名ですかと質問したところ、イーミエさんがファソンが美しいです。と答えていましたね。では、もう一度会話を聞いてみましょう。今夜の歪ってもう会う거예요 한국에 여행 가려고 알아보고 있어요. 어디가 좋을까요? 수원에 가본 적이 있으세요? 아니요. 수원은 뭐가 유명해요? 화성이 아름다워요. 그리고 갈비도 유명해요. 시간이 맞으면 제가 안내할까요? 정말요? 고마워요. 부탁드릴게요.次は訳してみましょう. まず、イーミエさんのセリフです。今度の夏休みに何をするつもりですかという意味です。次の前田さんのセリフは韓国へ여행가려고알아보고있어요。韓国に旅行に行こうと調べています。という意味です。 かりょうごうは行くという動詞の語感かにうりょうごうがついた形でしたね。〜しようとという意味の語尾でした。あらぼごいっそよはあらぼうにこういったがついてその後におよがついた形です。こういったは〜しているという意味でしたね。次は どこがいいでしょうかという意味です。次です。スウォンへ가본적이있으세요スウォンに行ったことはございますかという意味ですね。次です。아니요。スウォンはもが有名해요いいえ、スウォンは何が有名ですかという表現ですね。 次です。パソ美しソンが美しいです。そしてカルビも有名です。時間が合えば私が案内しましょうかという意味です。次です。 本当ですかありがとうございます。という意味です。ありがとうございます。と訳していますが、直訳ではありがたいです。という意味ですね。お願いいたしますね。という意味です。いたす、差し上げるという意味の とリだの語感、とリに、うるけがついて、最後にようがついた形です。ぶたくとりるけよでお願いいたしますね。という意味になります。では、発音してみましょう。まず聞いてください。時間に待ち면、제가안내할까요時間に が案内時間が合えばのしがにわずみょうをひと塊で発音すると、書生がしおの1音説目のしは高く、2音説目のかも高くなります。文末の最後の音説のようですが、ここは返事にはい、案内してくださいがいいえ、結構です。 という意味を含んだ答えを求めるイエスの疑問文になるため、最後は急激に高く上げて発音します。時間に混じ면、제가안내할까요っていう感じですね。では皆さんも発音してみましょう。時間に混じ면、제가안내할까요 時間に混じ면、제가안내할까요それでは、会話文全体をシャドーイングしてみましょう。模範の発音がスタートしましたら、少し遅れて影のように追いながら発音していきます。喋ることより、模範の発音を聞くことに集中して、抑揚なども真似してくださいね。では、スタート。 이번 여름 휴가 때뭐할 거예요? 한국에 여행 가려고 알아보고 있어요. 어디가 좋을까요? 수원에 가본 적이 있으세요? 아니요. 수원은 뭐가 유명해요? 화성이 아름다워요. 그리고 갈비도 유명해요. 시간이 맞으면 제가 안내할까요? 정말요? 고마워요. 부탁드릴게요今度はロールプレイをしてみましょうまず皆さんは前田さんになったつもりでぶた。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  수원에 가본 적이 있으세요? 화성이 아름다워요. 그리고 갈비도 유명해요. 시간이 맞으면 제가 안내할까요?次は皆さんがいいみえさんになってくださいね。では、スタート。 한국에 여행 가려고 알아보고 있어요. 어디가 좋을까요? 아니요. 수원은 뭐가 유명해요? 정말요? 고마워요. 부탁드릴게요. 미나산,いかがでしたか? 皆さんは旅行の計画が言えるようになりましたでしょうか今日はここまでです。次の時間にまたお会いしましょう。さようなら。안녕히계십시오안녕히계세요。